うん、何それ。うるせえな。なんでうるせえな言うてんねん。うん？何？何してるん？何してんの？何？カメラどうした？何？いやいやいや。どうします？お手玉してんの？いや野球の格好してなんかお手玉してるって、これどういうトレーニングなの？動体視力トレーニングよ。え？知らんの？つけてるメガネみたいな何それ？ピカピカするんよ。何？どうもこんにちは。どうも翔平 TV です。ピカピカしてんの。すげえ、何これ。これ知らないんすか。知らんよ。知らないんすか。知ってる体で知らんよ。マジっすか。うん、何それ。うるせえな。なんでうるせえな言うてんねん。練習中なの。何の練習してんの。ちょっと野球 YouTuber ですよね。ボール投げてもらっていい。ボール投げるの。トスね、トス。あ、いいよ。えい。ああ、やべやべやべ。いくよ。はい。わあ、やべえ、奥行きがわからん。わからへんねん。いくよ。はい。はい。スピード上げます。おお、やべやべやべ。あお。はい、というわけで。はい。どうもこんにちは。これビジョンアップって言います。ビジョンアップ。はい。動体視力を鍛えるメガネとなっております。あ、そうなんですか。そうですそうです。動体視力を鍛えてたんだ今。そう。なるほど。目の力大事じゃないですか。確かに野球は絶対目が大事ね。そう、目大事。何でも打つにしても取るにしてもね。大事なんですけど、このビジョンアップというメガネ今回お借りしてやったんですけども、これって暗くなったり明るくなったりやってますね。はい。なってボールを取ったり打ったりすることによって目の力は鍛えられて、外してから実際に打ったり取ったりするとボールが異様に見えると。なんですって。そういうそんなことがあるの。メガネなんですよ。へえ、魔法メガネやん。すごっ。でこれ実際にプロの選手も使ってて、日本ハムファイターズの近藤健介選手、コンちゃんって言われている。そう、近藤選手もこれを実際に使って、マジでめちゃめちゃ見えるようになりましたと。えぐないか。めっちゃ売ってましたね。確かに。これ使ってんだ近藤さんも。そうです。へえ。見える見える見える。こういうふうに。おお、すごい。こういうふうになるんですよね。すごいね。この状態でボールを取るってなるとちょっと見づらいんですよね。なるほど。それを取ってくみたいな。へえ。じゃあ動体視力が鍛えれるという。そう。ああ、これすごいわ。そういう感じで、ここの横にアップダウンってあるんですけど、それを押すことによってこのパッパッパってなるのが遅くなります。これは遅くなります。おお、ほんまや。パッおお、めっちゃ遅くなった。でアップ押すとめっちゃ速くなったみたいなモードがあって、これでもういろんな速さでこう。なるほど。パッ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 と。これで速くなればそのままもうすごいっすよ。ちょっとやってみる。あ、やりたいやりたい。やってみやってみ。どう。まだやってない。まだやってないこれ。わあ、すごい。わあ、すごいね。すごいすごいでしょ。チカチカチカってなってる。そうそうそう。そのボールがしみ。あ、投げるよ。あ、難しそう。投げるよ投げるよ。あ、むずい。めちゃくちゃむずい。むずいやろ。むずい。いくよ。あ、これは鍛えれるかもね。なるほど。何やってんのかな思ったさっき。ああ、むずいでしょ。見えない時があるから。そう。あ、むずいわ翔平君でしょ。むずいむずいでしょ。あ、ちゃんと最後まで見ようっていう気にもなるしね。そう。これでああ、難しい。そう、一回ふわっと上がると見づらいんですよ。ああ、難しいわ。これすごいね。そうで、これでちょっと今ノックしたいなと思って。ああ、なるほど。これでこれでいいじゃない。ノックしたらどうなるかって。ちょっとむずそう。やってみようやってみよう。行こう。はい。オッケー、行きます。おしゃす。はい。おー、わかんないわかんないわかんない。取りにくいねやっぱり。取りにくい取りにくい。行きます。ああ、おい。ただただしいなんかでしょ。はい。やばいやばい。最後まで見るっていう練習だみたいな。ある。でも。いや見えるよ全然これ。なんか来たぞ。お、むずいこれ。当たったんじゃない。取りづらい。取りづらい。うわ、何これやば。全然見やすいよこっちの。はい。取りづらい。やばい。なんか3D だろうな。これね、マジで本当にこれぐらいのゴロでも普通に取りづらい。うわー。やばい。そう。いや、なんか取る瞬間とかがボールが消える感じ。消える感じ。止まってるように。マジか。駒送り、駒送りわかる。結婚式とかの最初のああいう感じ。一瞬止まって動いて止まって動いてみたいな。なんか奥行きというかなんかわかんないよね。奥行きもわかんないし。どこまでどこまで写真でシャッターで全部で撮られて。シャ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 。やっぱそういう撮り方なんだ。どう。いやマジ見えない。わかるか。ポケットに入らない。で外して交換してみて。どう。見やすい。見やすい。こだわり。今聞いてね。グローブたまらん。いいね。いい練習になりました。はい、お疲れ様。はい、というわけで、ビジョンアップさん、やってきました。やってきましたね。どうですか？いや、めちゃくちゃそのチカチカして。取ると取りにくいよね。もうすぐボールが来る感じですね。そうそう、このボールのこの奥行きがわからないんで、こう出してたらボールがもう来てるみたいな。そうだから最後まで目を離さずにボールを見てなきゃいけないというか。そう、それ実際外してからノックするとめちゃめちゃ見えるから、ああなるほどね、見ようっていうその頭の中でこうなんかあるんですよ。ああ、その能力がね、潜在能力ね。めちゃめちゃ見やすかった。これでそのトスバッティングとか、そうトスもそうへえやるといいらしい。なるほど。ティーバッティング、トスバッティング、ノックとか、さっきやってたお手玉とか、お手玉ね、ボールキャッチするとか、なんか動くものを、動くものを見てキャッチするみたいな、そういうのやると実際試合とかでバッターになって打つときにボールが見やすくて打率が上がったりとか。そうなんや。それはちょっとやりたいねような感じだそうです。もし気になったらビジョンアップさん見てってください。はい、というわけで本日コラボしてくれましたうどんとみかんのみかんくんの YouTube チャンネルは概要欄に貼っておきますので、チェックよろしくお願いします。飛んできてね。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ゴイです。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますのでフォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあればコメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てねー。